お疲れ様です先輩。いや今日もいい筋トレできましたね。まあな。いや先輩もう秋ですけども、秋言うたら遠足のシーズンですよね。懐かしいな。遠足といえば僕小さい頃。いや今も小さいですよ。おいバカにすな。すいません。遠足といえば僕小さい頃、はいはいはい、おやつが300円以下やったから何にするか悩んだわ。あ確かにそんなんありましたね。あとおやつ言うたらあれですよね、先生バナナ。あちょっと待って待って、こういう子やんな。先生、あそうそうそう、プロテインはおやつに入りますか。いやそんなやつおらんわ。お疲れ。お疲れ様です先輩。いや先輩今日はですね筋トレしようかな思ってたんですけども、 YouTube のコメントに2人でだるまさん転んだをやってみてくださいという小学生から可愛いコメントがあったんで、今日はだるまさんが転んだしましょうか。あーけど今日は筋トレしたい気分なんや。いや先輩そこは我慢しましょうよ。小学生のためにだるまさんが転んだやりましょう。まあな、ねうんうん、ほなやろか。だるまさんが転んだ。いやポージングしてるやん。だるまさんが転んだ。いやポージングええねん。だるまさんが転ん。いや筋トレすな。 お疲れ様です先輩。お疲れ。いや山で筋トレしに来たけど、京丹波はええとこやな。ええとこですね。けど先輩山で筋トレなんてもう野生的ですね。まあな、せっかくやし、はい、道の駅の顔はめパネルで写真撮っていこうか。いいですね。はいチーズ。いや顔写ってへんやないか。